きつい。ロイユ道路、芦屋の、有馬の方に抜ける有料道路ですね。そこの土地の料金所までヒルクライムしたいと思います。天気がね良いのでどこに上がってもいいんですけどね、今はまだ寒いので、ね、ではいらっしゃいますね。ここは我々は初めてのヒルクライムですね。先日あの紹介したオタフクのこのタイツなんですけど、平地でちょっとゆるゆるしてると若干寒い感じもいたしますけど、ヒルクライムの時は最高にいいですね。まあ、これもね気温とかいろいろ風とかがあるので一概には言えないんですけど、2人目のローディーさん結構登ってらっしゃるんですね。下りは寒いので着用です。よし、ちょっともうこれ以上上には行けませんでした。標高370ぐらいですね。ヘルパン、風鈴さん、ここに伺いたいと思います。いただきます。ラーメンです。グッドです。ラーメン風鈴さんでした。とっても美味しかったでございます。今から女神山というところに行こうと思っております。ヒルクライム、ぐるぐるヒルクライム行きます。しんどいっすか、やばいっすか。これはなかなかのシャドウだな。15度出た。18、まっすぐですか、右ですか。右行きますか。右、まあまあですよ、これ行きますか。右、まずい？肩が痛い。痛い。負傷につき先に帰宅ということになってしまいました。ちょっと無理に来させてしまってすいません。私は
この辺をぐるぐるとしてから帰りたいと思います。これちょっと行ってみようか。結構これ5番坂かな。5番坂だな、きついな。これはきついぞ。15、この辺までで終わりか。17、あと19まで行くな。19%だ。あ、21まで行った。若干息切れするわ。4番坂か。4番坂行きましょうか。うん、OK。下ってきた。結構シャッターのような気がするな。下上がりはこれぐらいがずっと続くのかな。面白いですその大変さが面白いですよ。3番坂、3番坂登ります。これちょっと長いな。これ18、19になった。きつ。17%。もっときついと思うけどな。19%になった最後。ああ、20になった。2番坂が一番きついらしいので、そこに行ってみます。これ2番坂ですね。一応ツツツさんから一番厳しい坂と聞いてますので、これはちょっと行ってきたいと思います。初めはきついな。これはちょっと今までで一番きついな。ちょっと車来ちゃったわ。だからもう一台来た。結構来るな。足がやられてきました。最後キュッと登って終わりかな。まあ2もしんどいけど3もしんどかったな。最後の1か。あ、これ1番坂って書いてあった。1番坂、女神山の1番坂、今から行きます。行きます。一番坂が一番きついんじゃないかな。これは車
暗がりの練習になると思いますね。道も狭いし。暗がりもちょっと相当フレッシュな時に行かないと厳しいな。カツオ君みたいに倒れちゃう。あ、これ最後きつい。間違いなくきついわ。こけたらやばいよ。これは前と一緒だ。霜月と一緒ぐらいきつい。きつい。27%。声が出ない。400。